こんばんは、岩田敦です。まず皆さん、ぜひですね、忘れる前にチャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。今日取り上げてみたい、テーマはですね、こちらです。乙武洋正氏は左翼であると。こういう人間を推薦する自民党は恥を知るべきであると。まあ、こういうテーマで論じてみたいと思います。というのもですね、何も根拠もなくですね、左翼だというわけではありません。まずですね、第一にですね、乙武氏はですね、政治家になろうと志したことがあるわけですけれども、彼は出馬ができなくなったといったことがありました。それはまあ個人的なですね、不倫の問題であったということでした。で、まあこの不倫の問題と政治家の問題っていうのはですね、まあいろいろ難しいんですね。昔の例えば田中角栄とかですね、三木武吉とかですね、まあ愛人が何人もいたというので有名でして、果たしてですね、まあその政治家と愛人という問題をですね、どのように考えるのかというのは、まあ難しいテーマだろうと思います。少なくともですね、まあ私の個人的な感覚によればですね、まあ愛人がいるよりも国を売る政治家の方がずっとですね、悪いと。こういうふうに私は考えています。まあ、そのご家族にとってはですね、許し難いというふうに思うのはわかりますけれども、国民からしてみたらですね、国益にかなう行動をしている、不倫している政治家とですね、国益にかなわない行動ばっかりバン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 しているですね、不倫しない政治家とどっち選ぶかというふうに言われたらですね、まあ、不倫してでも国民の、国益をですね、追求している政治家の方がいいんではないかと、まあ、私などは思います。まあ、政治家のですね、個人的な問題にあまり興味がないと言えば、それまでです。芸能人についても全く同じです。あまりですね、その個人的なことにですね、立ち入ることにですね、私は興味がありません。で、ただですね、政治家である以上、どんな主張をするのか、これはやっぱり興味があるわけですよね。で、じゃあ、この方をですね、左翼であるというふうに私が言うのはなぜかと言ったらですね、2022年の参議院選挙で、候補者アンケートというのを答えてるんですね。これ日テレので私は見てるんですけれども、これでですね、ああ、やっぱりこの人の、この国家観、政治観というものがですね、よく見えてくるなというふうに思いました。で、例えばですね、同性婚を法律に明記することというのに対してですね、乙武氏は賛成であるというふうに言ってる。ただ憲法を見てみるとですね、私は、その、いわゆるですね、憲法学者たちがですね、デタラメな解釈をしていることをですね、正したいと思っておりますので、婚姻はですね、両性の合意に基づくと書いてあるんです。両性ですよ。両方の性。この時にですね、同性の、合意に基づくとは書いてないわけですよ。で、そうするとですね、やっぱりこれ普通に日本語を読めば、男と女をですね、で、前提としている結婚制度であることは明らかであろうというふうに思いますので、私はですね、もしね、同性婚を法律に明記したいなら、そのために憲法改正をすべきであるというふうに思いますが、この方はですね、同性婚を法律に明記すること、させと言ってるわけですね。まあ、こういうね、軽々しくやるのはどうなのか。で、同性婚っていうものはですね、今まで日本社会で会ったことがないわけですよね。同性に対する愛はありますよ。で、それを否定することはできないですけれども、同性が婚姻関係にあるということはですね、まあ少なくともですね、日本の歴史以来ないことですから、私は保守主義者の立場としてですね、やっぱりなかったことをですね、いきなり現実にするに対してはですね、これは相当慎重でなければならないというふうに考えております。で、同性で同性婚を前提とするということをですね、国民的なですね、合意で、もう圧倒的多数がですね、それを望むというなら別ですけれども、そういった雰囲気になっていないだろうというのが、私の認識です。ですから、この同性婚を法律に明記するということを軽々しく賛成というふうに述べるのを、この態度にまず私は違和感を覚えます。それからですね、選挙で政党の女性候補者の割合を一定以上にするよう法律で定めることについてですね、これですね。これについても賛成と言ってるわけです。これどう思われます？女性候補者の割合を一定以上にすると言った時にですね、じゃあ例えば300人、立候補、する議員がいましたと。で、3分の1は女性じゃなくちゃいけないというふうに言ったらですね、
女性で議員になりたいっていう有能な人が、いいですか ?300 人ですよ。300人で、候補者がいたとして、そのうちの70人が女性だったとすると、で、3分の1が法律で定められてるとするとですね、無理やりね、これ、あと30人、プラス30しなくちゃいかんということになってきますよね。私、こんな無茶苦茶な制度ないと思うんですよ。私は、女性だから政治家になるべきではないという議論に対しては断固反対です。しかしですね、女性であるから政治家になるべきであるという意見にも反対です。男性であれ、女性であれ、政治家としてですね、的確である人間がですね、政治家になるべきであるというふうに思います。例えばですね、女性の議員の中にもですね、立派な人もいれば、おかしな人もいます。例えばですね、高市、早苗大臣とか、杉田水脈議員とか、有村春子参院議員とかですね、そしてまだ政治家ではありませんけれども、飯山あかり先生とかですね、まあこういった女性がですね、政治家を目指すということをね、女性だからやめろということは、私はこれは愚かなことだと思います。しかしですね、どう考えてもこんなのね、男であっても女であっても政治家とはね、もう全く無縁であると。これは政治家としての、全く適性をね、欠くというね、ような人間だっているわけですよね。エッフェル、エッフェルとかやってるですね。エッフェル松川とかですね。こんな人間をですね、なんで政治家にしないかの。いや、女性だから。いや、女性を増やせばいいってもんじゃないでしょ、と。政治家として適切な人間を政治家に候補者として立候補し、そして国民が審判を下すというのがあるべき姿であって、女性だからですね、何分の1かは女性じゃなくちゃいけない、なんていうね。これはね、私はね、相当おかしなことだと思います。で、しかもですよ、女性っていうのもですね、今後はね、生物学的な女性とね、それからですね、性自認と、いわゆる、私は女性であるというね、トランスジェンダーと言っている男性、生物学的男性がいたら、これどっちにカウントするのとかね、非常に複雑な問題にもなってくると思います。私は女性が政治家になることに反対するものではありません。しかしですね、政治家として能力を欠く人間が女性であるから政治家になるような社会は間違っているというふうに思いますので、こういうね、女性候補者の割合をですね、法律で決めちゃえ決めちゃえという議論については断固反対。ですからこれもおかしいというふうに思います。それからですね、海外からのですね、難民の受け入れについてはですね、今より増やすべきだとまでは言ってませんけれども、A に近い、今より増やすべきだと思うぐらいのことをですね、この乙武氏は主張しています。これもね、難民という問題についてね、あなた考えたことあるのということです。難民って受け入れるとなんか人道的でいいじゃないと。いや、もうなんかリベラル、リベラル、人道的、人道的と。いやいやいや、入って来られるのはいいですよと。でもその先どうなるんですかと。文化が違う。生活が違う。こういったね、人たちについて多様性って大事じゃんと。いやいや、ちょっと待ってくれよと。多様性もね、言ってもいいけれども、文化が全く違って分かり合えない人だって世の中にはいるんだよと。ゴミの出し方一つとってもですね、トラブルになるわけですよ。そういったトラブルをね、どうぞどうぞと入れる政治家がですね、本当に日本の国益にかなった政治家なのかということを私はお訴え申し上げたいというふうに思いますね。でね、本当にね、こういうことを言ってる人たちってのは、自分たちの周りにはね、そういう人は来ないと思ってるわけですよ。自分たちはね、すごいね、高いね、なんか、タワーマンションとかに住んでてですね、で、なんか、なんか綺麗だね、とか言って、で、我々みたいなですね、庶民はですね、その、なんか、隣の人を見たら、これ、言葉もわからない。こっちを見たらまた別の言葉もわからない。で、なんか、夜中になったら大騒ぎしてると。静かにしてくださいってピンポンというふうに言ってもですね、言葉がわかんないから通じないと。で、ここに、もう生ゴミ出す日じゃないのに、生ゴミ出してあってですね、で、もう腐臭漂うと。で、もうカラスも来るわですね、なんか変なのいっぱい虫も湧くわね、そういった状態になってもうやめてくれよというふうに思う。そんなの耐えなくちゃダメだよ、多様性なんだから。自分たちはですね、こうなんか優雅な生活をしながらね。で、
そういうね、貧しき我々みたいなところにですね、そういったものをですね、押し付けてくる。これ本当に日本の政治家のやるべきことなのかというふうに私は思います。海外からの難民も簡単に入れていいなんていう考え方に私は反対。そしてですね、選択的夫婦別姓制度、これについても賛成というふうに言ってるわけですね。私はね、選択的夫婦別姓という言い方がね、悪いと思います。これがですね、仮に子供っていうものが世の中に存在しないとするならばね、これはもう男と女、まあ、同性婚を認めるなら男と男、女と女かもしれないけれども、で、そういったね、ところで、じゃあ私は昔のままの名字を使いますというのをやっても、社会に混乱はそこまで生じないと思うんですよ。でもね、やっぱり子供がいるってことを考えたらね、夫婦別姓、夫婦別姓って言ってるけど、これは一つの家庭の中で親子別姓があるっていう制度を是認するわけですよ。親子で、性が違うわけですよ。でね、こうするとね、何が起こるかって言ったらね、大体ね、結婚する際にどちらかの性に決めるわけですね、現行の制度では。ですから私だったら岩田というのに決まってるわけですね。だから子供も岩田になるわけですね。だけど、夫婦別姓になったらですね、子供はどっちにするのと。その度に決めてるのか。それとも父親の性にするのか。母親の性にするのか。わかんないわけですよ。制度設計がデタラメなんですよ。で、そういうことは考えない。自由にすればいいんだよ。とんでもないと思いますよ。これね、家庭不和をね、招きますよ。例えば、孫ができた時にですね、夫の実家とですね、妻の実家でですね、いや、うちの名字にせい、うちの名字にせい、というね、ことがあってね、孫の取り合いになったらどうするんですかと。不幸ですよ、これは。で、じゃあ、最初はね、じゃあこっちの名字にして、じゃあ次にできた子はこっちの名字にしようというふうになったらね、これはね、おじいちゃんおばあちゃんの愛情がね、孫によって違うと、孫の名字によって違うとかっていう事態になったらどうすんのと、こういうふうに私は思います。本当はあっちの名字の方が良かった、あっちのおじいちゃんおばあちゃんの方がお金いっぱいくれるもんとかね、言われた側のね、おじいちゃんおばあちゃん辛いですよ。これ、こういうね、なんかね、家庭をね、一つの家庭をですね、不幸に巻き込むようなね、ことを全部なくすと、全部なくすような議論を重ねて重ねて重ねて、その結果夫婦別姓これなら大丈夫だという議論ならまだわかるけど、んなん関係ないよと、まあまあそんな心配しなさんなと、まあ、大丈夫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 、まあ、あんなもんもう何心配してんの、え、そんなことまで心配してんの、そんな心配いらない、何も捨ててしまおうみたいな感じでですね、やり始めたら大変なことになりますよ。世の中大混乱になりますよ。大体お墓とかどうすんのとかですね、いろんな疑問が浮かんできますよね。で、そういった問題についてどうやって答えてくれるんだろうかということをね、私は本当に思います。勝手にね、いいんだよ夫婦別姓で、はい賛成とかね、パーかというふうに私は思いますね。それから自衛隊を憲法に明記することについてですね、自衛隊がですね、現在の現行のね、憲法を読むとですね、自衛隊がまるで違憲の存在であるかのように読めるわけです。だってそりゃそうですよね。だって戦力、その他のね、戦力を一切保持しないって書いてあるわけですから、これでどうやって自衛隊と持てるのというふうに思うのが、まあ普通の日本語を能力を持ち主ですね、憲法学者たちはですね、まあこれを、まあ政府も含めてですね、いや戦力に至らない自衛力だからいいんだと、戦力に至らない自衛力だからいいんだと、いやいや、ちょっと待ってと。戦力でしょうと。自衛隊が戦力じゃないんですかと。こういうことになってくる。だこういうね、不毛な論争をですね、繰り広げていくのは、だから左翼はですね、未だにですね、自衛隊は憲法違反だというふうに主張してるんですよ、憲法学者は。結構多いですよ、憲法学者あの中で。自衛隊は違憲の存在であると。そういうね、国を守るためにですね、戦って、いる人、額に汗している人、汗かいてる人、こういう人のことをね、違憲の存在だなんてね、言ってること自体はおこがましいというふうに思うのが当たり前の日本国民の感情です。ところが、この乙武氏はですね、自衛隊の存在を憲法に明記すること、やや反対というふうに。何？やや反対って一体どういうことやねんと、こういうふうに思いますよね。反対とまで言ってません。やや反対なんです。わけわからんと。明記するかしないかどっちやというふうに言ったら、これしないわけでしょ。何がやや反対だと。逃げるのもいい加減にせえというふうに思いますね。
まあ、これはふざけた議論をしているというふうに思います。それから女性天皇ですね、まあ、これ女系天皇とは言ってないんですけれども、女性天皇をですね認めるっていうことはですね、これはね極めて女系天皇への道をね開くこの道の一つなわけですよね。で、そうやって考えてみるとですね、この女性天皇という問題については相当慎重でなければならないわけですけれども、やや賛成と、まあ、言ってるわけですよ。ではね、私はねこれらの問題から考えてみて、同性婚賛成、法律で女性候補者の割合決めちまえ、これ賛成、海外からの難民はまあいいんじゃないと、選択的夫婦別姓賛成、自衛隊を憲法に明記することやや反対、女性天皇やや賛成と、これ見ててですね、私はこの乙武氏がですね保守政治家であるとはね全く思いませんね、全く思わない。でですよ、自民党は自分たちのことを保守政党だというふうに言ってるわけでしょ、伝統と文化を守るというふうに主張してるわけでしょ、ね、都民ファーストっていうのはどういう主義主張の主張なのか分かりません。小池百合子さんっていうのはですね、主義主張があるのかどうかも分かりません。その場のですね、なんか雰囲気でね、どっちが強くなりそうかな、どっちが私支持してくれっかな、みたいな感じで見てるようなのね、こう、極めてね、場当たり的な風見取りにしか見えない。で、こういう人がね、なんかね、こういうね、候補者を立てるっていうのは、あー、またやってんな、と。これ、知名度あるからいいじゃん、みたいな感じでね、やっちまえ、というのは分かりますけれども、自民党がね、保守政党であるというふうに主張するのは、こんな人を推薦しちゃダメですよ。はっきり申し上げて。こういう人をね、推薦するべきは、立憲民主党とかね、そういったね、ところが推薦したら、あーまたやってら、という気がするけれども、これをね、自分たちは保守だと言っているですね、自由民主党が推薦するっていうことはね、ほぼ自民党のですね、またね、岩盤保守層を失うですね、自滅的な行為であるっていうことを、もう少し自覚された方がよろしいというふうに思います。結局ですね、今回、東京の第15区でですね、自民党は自分たちの候補者を擁立しても、勝てないっていう判断があるわけです。勝てないけど負けたくないんです。勝てないけど負けたくないと。じゃあどうしたらいいのって。勝てそうなところ乗っちゃえと。こういうことなんですよね。で、勝てそうなところ、どこと、うろうろ、さもしそうな顔しながら、うろうろしてたわけですよ。で、その時にですね、都民ファーストは、これ、ポーンと、乙武さん出すよ、と。言ったら、おぉ、これだと、いけるやろと。言って、ダボハザのように食いついていく。これが、今の自民党の劣化の象徴です。ですから、東京第15区だですね。まあ見てればいいんですよ。自民党の支持者はですね、どれぐらい乙武さんに入れるのか。おそらくですね、自民党推薦って言ったらね、それだけでね、業界団体とかは入れます。そういう人たち多いです。思想とか政策じゃないんですよ。自民党が言ったから入れとこうと。なんでと。だって、自民党から外されたら仕事なくなるかもしれないじゃないと。まあこういう人たち多いわけですよね。で、まあじゃあね、本当の意味で保守層っていうのは、じゃあ彼らに入れるかと。入れないと思いますね。私は。だからそれがね、どれぐらいいるのかっていうのは、まあ測るのが、まあ一つの今回の東京第15区のですね、まあバロメーターだろうというふうに私は思います。ですからまあね、大変厳しい戦いではあろうというふうに思います。世の中にはですね、いろんなことをおっしゃる方がいらっしゃって、私がですね、分析していることについてですね、何言ってるんだと、絶対に、保守系の政治家が勝つんだ、こんなデタラメな分析するんじゃないという人がいらっしゃるけれども、残念ながらですね、この政策とかね、思想で政党や候補者を選んでる人っていうのは本当に少ないんですよ。これが現実なんですよ。私はね、それをね、良いとか素晴らしいなんて一言も言ってないんですよ。本来であるならば、真っ当な政治家が選ばれる民主主義社会であってほしいというふうに思ってるわけです。でもそうなってないのは現実で、で、分析ってのは現実をもとにやらなくちゃいけないんですよ。こうあってほしいっていうことをですね、述べるのはね、それは願望なんですよ。願望と分析は違うんです。さあ、どういう結果になるのか、私は願望を持ちながらですね、冷静に分析を続けてまいりたいというふうに考えております。
今後もですね、この番組を継続してまいりたいと思いますので、チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。またですね、この番組を継続するに際して、ご支援を賜れる方は、下記の振込口座よりご支援賜れますか、あるいはですね、メンバーシップにご登録のほどよろしくお願い申し上げます。メンバーシップ限定のですね、動画、今週の日曜日にアップする予定です。これはですね、デイリービルの編集長の、山根さんとですね、私でですね、まあ、自由に、気ままに、議論しましたので、ぜひお楽しみいただければと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。